では、第81期将棋名人戦七番勝負4月5日に開幕します。本日は、渡辺明名人にお越しいただいています。直前のインタビューをさせていただけたらと思います。名人よろしくお願いします。お願いします。朝日新聞の村瀬と北野が、担当させていただきます。よろしくお願いします。新年度を迎えます。桜の季節ということで名人戦七番勝負から新年度開幕します。はい、そういう形では4度目の春ということになりますが、うん、もう2週間、まあ、この撮影時点では2週間前に迫っていますが、はい、今どんなお気持ちでいらっしゃいますでしょうか。そうですね、いやもう2週間なんで結構すぐだなっていうか、いや今もうまだ棋王戦終わったばっかなんだけど、はい、そうですね。いやでももうすぐだからなんかこうあんまり、まあでもこの時期もこれ特有ですけどね、なんか棋王戦とか王将戦出てる人はあんまりもう立て直すというよりはすぐそのまま名人戦にこうなだれ込むっていうのはね、なのでまあそうですね、まあそのままっていう感じですかね。はい、4連覇かかる七番勝負になります。前のインタビューでもいや3とか4はまあ谷間というかなかなかその位置づけとして難しいところがあるんですよみたいな話もされていたんですが、4連覇かかるシリーズというところでその点はいかがでしょうか。その点はまあそうね、いや特にないかな。いや4はやっぱちょっと3とか4は谷間ですからね、はい、まあ5はやっぱりね、うん、大きいですけど4はなっていうと思いはありますよね。で、まあ、挑戦者として、向かってくるのは、藤井聡太竜王です、はい。直前まで棋王戦を戦われたというところで、うん、棋士だと思いますが、まあ、挑戦者を迎える相手としては、一昨年の斎藤慎太郎八段に続いての挑戦者になりますが、どのような挑戦者であるという、はい、見ておられるっていうのもなんか愚問なんですけれども、うん、いかがでしょうか。まあそうですね、今年A級順位戦、まあ藤井さん初参加でしたけど、まあもう五冠をね引っ提げての初 A 級っていうことだったんで、まあ初参加ですけど多分本命というふうにね見られてたんで、でまあ本割とプレーオフ合わせて8勝2敗ですかね、うん、まあ、藤井さんのね普段の年間勝率とかからするとまあその8勝2敗っていうのはまあすごくおおむね順当な結果だったのかなとは思うんですけど、まあそうですね、なのでまあその点でははい、まあ一番こう可能性が高い挑戦者かなとは思ってたんで、まあそこについては特にまあ特に思うことはないけど、はい、迷宮でも、まあ、本割とプレーオフで、まあ、2敗していて、まあ、菅井八段と永瀬王座に期している対局があるかと思う、はいはい、まあ、そのあたりがこう、藤井さんを攻略していく何らかのヒントになるのかなというふうにもなんとなく思うんですが、そのあたり印象はいかがでしょうか。まあそうですね、負けた例えば年間でいうと10何回か負けてるわけですけど、はい、まあそういうのは一応どういうパターンがね刺さりやすいのかとかそういうのはまあもちろんみんな見るんだろうけど、まあでもそれはそうですよね、例えばでもそれ真似できるものとできないものがあるからな、なんかまあだから結局そこはそうですね、なんか参考になるようでいてならないみたいなところはありますよね。なんか結局その人それぞれのねやり方があって、じゃあそれをなかなか真似できるかって言ったらできないし、だから結局はまあ自分とのなんかまあ対戦での中でのまあこうね自分なりの試行錯誤とか微調整とかまあそういうところのね繰り返しにはなるのかなっていうところですよね。そういう意味では直近まで戦った棋王戦、はい、5番勝負、まあ、4局でしたけれども、まあ敗退してしまったシリーズではあると思いますが、印象としては2戦目以降はかなり大熱戦ばかりで、ある種こう何か分かった部分とか手応えを感じた部分とか今までと違う
対藤井さん戦との感覚も、なんか戦いの中で、思ったところはあるんじゃないかなというような気もしてるんですが、いかがですか。まあそれはなんかね、自分の中での微妙なこう認識の違いだったり、なんだろうな、まあこの辺だったら可能性があるのかなみたいな、そういうライン引きだったりっていうところは、まあ例えば棋王戦やる前とじゃあ今とで、まあそれは若干のね変化もちろんあるんですけど、まあそうですね、まあでもやっぱりその辺を踏まえて、次に向かっていければいいかなっていう感じで今考えてますね。はい、藤井竜王とのタイトル戦で見た、5回目ですかね、はい、棋戦でいうと4期戦目で、まあ、1日制2日制、短い将棋も長い将棋もあらゆる形で戦われて、何かそのあたり藤井竜王の変化であるとか、はい、まあ、おそらく強くなってはいると思いますし、そのあたりの、手強さとか、はい、あらゆるあのシチュエーションで戦われて、どのように感じてますか、対藤井戦というところの感覚は。ああ、そうですね、まあやっぱりこの1年ぐらいは特になんかまたこうなんか序盤戦のところでもね、ちょっと周りがついていくのも大変になってきたっていうか、今までやっぱ中終盤が強いっていうのはもうみんな知ってたことだと思うんですけど、序盤戦のところでもその結構みんなよりいい数字を出してるっていうのがね、もうデータ的にも出てるんで、だからそこでより対策が難しくなってきてるっていうのもあるかなとは思います、やっぱり。そういう中で、まあ、名人戦七番勝負は9時間の将棋ということで、はい、先生も以前から2日制でも8時間と9時間というのは全然違うものであると名人もおっしゃっていましたし、実際この過去3期の名人戦七番勝負での名人の戦い方を見ると、そのなんていうか、その設定への適性みたいなのも示された戦いぶりを過去示されてきたと思うんですけど、この9時間の世界で、まあ竜王も、まあ、9時間初めてなんでっていうような話もされって言いますけれども、9時間って設定で竜王と対峙するっていうのは、はい、今までとやっぱ違うものなんでしょうか。まあ違うといえば違うし、でもその8時間はねやってるわけですから、はい、じゃあそことどんだけ違うかって言われたらどうなんでしょうそんなすごくは違わないのかなっていうところもあるし、まあやる前の段階でどれぐらい違うかっていうのはすごい難しいんですよね、そこはね。結果的に8時間と9時間でちょっと違ったなみたいなことはまあ終わってみたらかもしれないけど、それは将棋の展開とかの方がむしろそうなんです、そうですね、2日制においてそのどれぐらいの展開で進むのかとか、流れが早く進むのかとか、割とゆったりめになるのかとか、その辺の展開とかの方が一局一局ではなんか勝敗に与える影響大きいのかなっていうところはあって、まあ8時間と9時間の差はそうですね、まあ有給があるかどうかっていう違いはあるけど、ですかね、その辺は。はい、今年を迎えてですね、名人は重大な局面を自分も迎えているという言葉を残されてこの1年を始められましたけれども、今回のシリーズは、はい、名人一貫として臨むシリーズなので、はい、まあ、これちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、2004年に竜王になられて、若干20歳で竜王になられて、4月でも39歳を迎えになりますが、その19年間、タイトルをずっと、タイトルホルダーであり続けてきたと。名人はよくその自分が誇られるものがいくつかあるとしたら、自分はタイトルをずっと守ってきたことであると、そこに誇りを持っているというお言葉もお話しされてますけれども、そういったお立場で守らなくてはならない、番勝負になります。その点はどのように、感じながら臨まれますでしょうか。まあそうですね、まあその点はでもなんかまあでもいきなりこういう局面が来たわけでもないし、まあ例えば、その2020年にね藤井さんタイトル戦出るようになってからは、まあやっぱりそういうなんだろうな、まあいきなりっていうか、まあ
自分がその勝てない感じでいくと、まあそれはいつかはね、それは当然苦しくなっていくっていうのはあったし、だからそこに関してはなんかまあ特段なんか別になんか思うことはないんですけど、別になんかバタバタしてどうにかなるものでもないし、別にそこははい、まあそうなったらなったでっていう感じですかね、別に。あのその守るべきタイトルがですね、そのまあなかなかあのタイトルホルダーになってからも縁のなんとかだったとか、まあ挑戦に至るまでも時間をかけてあの手にした名人位ということで、はい、その名人位をあの守るために戦う、名人を背負って戦うという点は改めて伝わりました。ああそうですね、まあなんかそこのなんですかね、自分がそのなんか名人になったのが例えばちょっと遅かったとか、まあまあ他のタイトルに比べると後からそのまあ名人になったんですけど、まあそこのなんか自分の過程っていうのはまああんまりどうでもよくて、それよりはなんかまあやっぱりこの今この状況でね、藤井さんがそのこれだけ勝って新しいまたね七冠っていうところに向けて名人戦出ていくっていうところで、まあそこの名人が今なんかこう自分が持っているっていう状況に対してのやっぱ責任感っていうか、それの方がまあやっぱり感じますかね。それがだってね、なんかまあまあそれってもう巡り合わせじゃないですか、その時にこう誰が名人でいるかみたいなところって、だからまあそれがまあこうしてね、自分がその責任を持って戦わなきゃいけないっていうところで、まあこれはやっぱり将棋史に残る1ページになることはもう間違いないですから今回の戦いっていうのは、だからそこでなんか自分がやんなきゃいけないっていう、そうですね、だから自分にとっての名人位がどうというよりはね、その今自分が名人であることに対するそこの巡り合わせに対する責任感っていうかね、それはもちろんなんか、そこの方を感じることが多いですかね。あのこれまでもあの数限りなくタイトルもたくさん取られて、永世称号も取られて、じゃあ次どうするのか、さらに高いところは何かっていう ところの目的設定みたいなものを明治は常に模索されていると思うんですけども、今思うとまあ、竜王はまだタイトル戦で敗れたことはないので、そこを自分として、まあ、今時代の覇者を続けてこられて、そこで止める、自分が羽生さんに勝ってそれに土をつける、そしてさらにはそれで名人位を守るっていうところへのモチベーションっていうのは、この今の先生の立場や年齢からしたらものすごいモチベーションになってるんじゃないかなって傍からは思うんですけど、そのあたりいかがでしょうか。まあそうですね、いやいやもちろんそれはあるんですけど、まあでもそうですね、今までのやっぱりタイトル戦の結果から言うと、なんかまあいきなりそこっていうところにはねちょっとなかなか至ってないんで、まあ例えばそのフルセットにもね持ち込めてないわけですから、まあなんかでもまあその本当は年齢差を考えるとね、もうなんかあんま段階を踏んでみたいな状況でもないんでそこに関してはなんかそうですね、まあそこのもちろんそのまあスコアとして競ったところになればその逆転できるかもしれないっていうところはもちろん見えてくるとは思うんですけど、まあだからいきなりそこっていうよりはやっぱりだからもうちょっと競った星をね取れるようにならないとっていうか、トータル的に見てだからやっぱりそこをなんかちょっとでも確率上げていきたいなっていう模索をやっぱり繰り返してるっていうところになりますかね。そういう意味では今回の、まあ、そういういろいろ状況設定が整ってここで勝つべき舞台が、まあ、さらにやってきたというところだと思うんですけど、どんな内容にしたいか、内容はもちろんのこと、まあ決壊したいかということは大事だと思うんですけども、どんな7番勝負に
名人としてそれを表現するというか、はい、したいかというのはいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱりまあさっきの話じゃないですけど、そこの今回ね対戦するっていうところ、まあまあ藤井さんので2020年出てきてから、そのちょうどまだそのまあ自分のこうトップ棋士としてのキャリアとしてはまあもう後半だとは思うんですけど、そこになんかまあちょうどタイミング重なったっていうのはやっぱりまあなんだろうな、そこはまあ本当巡り合わせだったりっていうところはあると思うんで、だからまあそこのやっぱりすごい反響がね大きいんで、今回の競争もそうだったですけど、そこに対してまあ見てる人がある程度楽しめるようなこう番勝負なりスコアなり内容なりっていうところはやっぱり、まあ、出さなきゃいけないっていうか、まあそれは求めてできるものでもないかもしれないけど、まあ少なくともその努力は絶対しなきゃいけないっていう、そこのやっぱそこ、はい、それはすごい思いますよね。 今まではあんまそういうことはあれでしたけど、なのでまあそこの、はい、まあ準備はしっかりしたいかなっていうのはやっぱ思います。状態としては今年年明けてから、まあ、藤井竜王以外とは7勝1敗ですかね、7連勝中で、まあ伸び盛りの若手やタイトルホルダーをことごとくいい内容で勝たれてるかなとも思うんですが、そのコンディション状態、研究がうまく盤上に表現されてるかみたいな感覚でいうと、現在の状態がいかがなんでしょうか。いや、どうなんでしょう。まあそんなね大きくは変わんないかなと思うんですけど、どうしてもただそこの藤井さんに勝てないっていうところで、どうしてもなんかまあ相対的にね自分もなんか力落ちたように見えるっていうところはあるし、それは周りの人も感じるところではあるんだろうし、だけどそこはまあでもその今回のね、棋王戦で言えば当然そのやってる期間で言えばね、なんか普段よりもなんか高い研究とかも出さなきゃいけないし、そういうのを求めていく中で全体の自分としてのコンディションで言えば多分状態はいいんだろうけど、そのまあどうしてもそのなんかタイトル戦の時ってどうしてもまあ普段よりもねなんかモチベーションも高くなったりして研究量も高くなったりってことはやっぱあるんで、そういう点では状態としては、まあ悪くないとは思うんですけど、まあただやっぱり結果が出ないとなんか相対的にまあ力落ちてきたのかなって思うこともあるし、まあその辺はそうですね、結構まあ見てる人は多分本当に結果のところでしか判断つかないと思うんですけど、まあ自分自身だとまあ結果以外の内容とかのところでいろいろ細かいことを言えばいろいろあるんだけど、そこははい、なんとも言えないとこですね。なるほど。名人7番勝負、まあ、椿山荘から開幕して、まあ、ほとんど、対局経験のあるところばかりですかね。あ、はい。今回の7箇所回っていく、それら対局地、印象はいかがでしょうか。ちょっとざっくりしてますけど。はい、ああそうですね、でも新しいところは3局目の高槻ですね、はい、ぐらいですか。うん、ではい、そこはなんか結局どこでやるんですか、ホール、それともなんか和室あるんですか、ホール。ちょっと和室があるかどうかあれですけど、まあ、そういうなんか劇場みたいな、あーホールですね。じゃあ公開なんですか、その中の一室。ただ公開にはするとはま聞いてないんですけども、はい、なんかでもそここけら落としというかね。そうですね、はい、なので多分解説会とかすごいたくさん入ります。ああ、そういうことなんですね、はい、はいはいはい、まあ、そのあたりはどんな感じか楽しみだなって感じでしょうか、はい、ああまあやっぱその新しいところは新しいところのやっぱ楽しみっていうか、そういう新鮮味はあるし、まあ、やってきたところのこうやり慣れた安心感はあるし、まあそうですね、まああとは
まあ、おばん解説会なりね、前夜祭なり、その辺のなんか形態が元に戻ってきつつあるっていうところで、なんかまあ、まあ去年までとはそうですね、その2020、21、22の3年間のこのちょうどコロナ禍で行われた3年間ともなんかまた違う感じになろうかなと思います。盛り上がりなんかも含めて、うん、よろしくお願いします。まあ、明治戦のことのみならず、まあ、せっかくお時間いただいているので、あのファンの皆さんが興味深いようなところもいろいろお話を伺っていけたらと思います。村瀬さんからあ、はい、ですか。まあ、ですね、過去にいろいろ同じようなことも伺ってるかと思うんですけれども、はい、まあ、研究にどう取り組んでいるかというところで、はい、まあ、AI を活用して、うん、まあ、日頃、いろんな局面を考える上で、うん、まあ、これ公開されている記事のことでいうと、その2021年に新しいパソコンを購入して、あ、はいはいはい、まあ、130万とか確かそんなような金額だったと思うんですが、それで、まあ、新しいソフトを導入して取り組んでいると、うん、まあ、それはもう去年、もうその成果をもとに、まあ、いろいろ対局とかもやられてきたんだと思うんですけれども、まあ、少し時間が経ってみてこう総括というか、はい、あるいはまあ今はちょっと変えてこういうふうに取り組んでますみたいな、うん、どんな、研究環境にあるかということをちょっと教えていただければと思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、研究環境はまあ大きくは変わらないんですけど、まあ、その AI を使って研究して、まあ、対局をしてまたなんかそれの繰り返しっていうか、まあそうですね、あとはまあ人と指したりってこともあるんですけど、まあだからそこはそうですよね、まあ大きく変わんないけど、まあ今の時代はみんなだいたいそれの繰り返しですよね、がスタンダードっていうか若い人とかも含めて、になってきてますよね。そうするとパソコンとかソフトとかそういうのは、まあ、2021年に新しく導入してそのままそれを使ってるっていうような感じですか。まあそうですね、はい、それはなんていうかやはり導入してみて、うん、やっぱり前と違うなというような手応えというのはあったんでしょうかね。まあ最初の頃はあったんですけど、まあだいぶ今はもうなんかそれが普通になってきたんで、まあそうですね、まあただやっぱり効率性なんかは上がったかなとは思うんですけど、はい、そうですね、実践にっていうのをあれはちょっとそれを AI をじゃあ全く使わないみたいなその世界線での経験はしてないから分かんないですよね。そこが例えばじゃあ2021から全くじゃあ AI 使わないで将棋指してたらどうだったのかとか、それは当然思うことはあるんですけど、それはねその時の年齢での同じやり直しできないから、まあなんだろうな、トータルの結果としてはあんま変わんないのかなと思うこともあるし、だけど多分何も知らずに負けちゃうみたいなことも当然あるだろうし、まあ逆になんか知らなかったからいけたみたいなこともあるだろうしだからそこはまあ内容は多分もう全然違ってくるんだけど、じゃあ結果としてどれぐらい違ってきたのかなっていう興味はちょっとあるんですけど、それはもうでも検証のしようがないんで分かんないなっていうのが正直なところなんですよね。渡辺名人のそういう、その環境でいうと、まあ、当然なんというかこう実力のみならずその環境もトップクラスにあるんじゃないかと思うんですけれども、はい、一方でその対局してみてちょっと研究負けしたかなとか、はあ、まあ、自分なんかこう違うところを研究されたというよりも、うん、自分もやろうと思えばできたところができてなかったなみたいな、そういうふうに感じることっていうのはあるんでしょうか。まあありますね、いやあるんですけど、でもそれはなんかでももう結果としてああここをもうちょっとあと2手ぐらい見とけば違ったなみたいなことあるんですよ、はいはい、あと2手先見とけば違ったわみたいな、だってそこの2手が分かんないから、例えば実戦でじゃあ1時間とか2時間もう考えさせられちゃって、まあ、考えさせられた挙句間違えちゃうみたいなこともうザラにあって、だけどそれはまあ結構結果論に近くて、じゃあ例えばそのなんか1週間ぐらいその対局に向けて研究しましたってなった時に、じゃあもうそれ何個局面見てるかって言ったらもうまあ普通に1局面で言っちゃったらもう1000とかじゃ聞かないですよね、その1週間で見てる局面の数って言ったら。でじゃあそこでその1000分の1ぐらいの局面に対してそこをあと2手見とけば違ったなみたいな後悔っていうのは
じゃあそこを2点見とく確率とかでいっちゃったらすごい、まあ、これもやり直しできないからあれなんですけど、じゃあそこを 見とくことができた確率とかでいっちゃったらまたもう多分 1% もないみたいな話になっちゃうじゃないですか、うん、なんかの拍子にふと気になってそこをもうじゃあ2点進めましたみたいなことが確かに起きるかもしれないけど、それは自分が意図してやるというよりはなんとなくの話で、その時の、うん、で多分その人がどの辺までじゃあ研究を深めるか AI でじゃあ見るかっていうライン引きって大体決まってて、その人によって、で僕だったら大体この辺から言ったら、まあ、この辺っていうので切り上げて、じゃあ次切り上げて次ってことに なるわけですよ。だってどっかで切り上げないと同じ変化をずっとこうやることになるわけじゃないですか。というよりはやっぱいろんな変化を網羅したいんで、いろんな変化をどっかで切り上げて次、どっかで切り上げて次っていうことの基本的に繰り返しなんですね。でもその切り上げるラインっていうのは自分で決めるんですけど、はい、まあこの変化こんなもんでしょうみたいな、まあ多分起きないよなこれみたいな思ったところで切り上げるわけじゃないですか大体、うんうん、でもそこであと2点見とけばなみたいな、あと実践だわけですね。そうそうそう、だけどそれはもうなんすかね、確率の問題で山張りが近いんですけど、うん、テストとかの、なるほど、うん、でもそれその時点でそれ起きると思ってないから切り上げるわけで、そうですよね、うん、まあそれはしょうがないんですよね、起きるんだけどそういうことって。例えばその、あ、ごめんなさい、あのそれはそういう現状、例えば何か改善しようとした時に、はい、例えばそのパソコンの性能をもっと上げるとか、うん、そうすればこう研究がもうちょっと効率よくなるんじゃないかとか、はいはい、あんまりそういう問題でもないっていう感じで、そういう問題でもないです、ね、現状の課題というのは、はい、それはもう課題とかじゃなくて結果として結果論に近いというか、うん、まあその以前の研究環境からパソコンとかを新しくソフトも新しく導入して効率が上がって、はい、まあ今の状態になったけれども、まあでももう今の状態でこういろいろこう情報処理するとか研究するっていうので、はいはい、まあ、かなりもう精一杯というか、うん、まあ、やっぱり今のやり方が一番いいやり方かなというような手応えっていうところですかね。いや、そうですね、でもまあそのなんか、まあじゃあその AI をね使わずに指していったらどうなるかみたいなところでの話で言うと、なんか相手が研究してその変化は全部避けていくことになるじゃないですかってこと、そうなるともういろんな道を避けていかなきゃいけなくなるから、はい、もう選べる線形も限られてきて、なんかそこの逆になんか窮屈な感じっていうのは絶対出てきちゃうと思うんですよね、はい、さっきそのやーっと似て見てればみたいな話っていうのは、うん、例えば実際に藤井亮太のタイトル戦なんかでもそういう、はい、ことは日々起きてるって感じなんですか。ああ、まあそれはなんか誰との対戦とかいうよりは、はい、うん、まあ自分の中では起きてますかね。まあ、はい、っていうかそのなんかもっと早く、例えばもうそもそも戦法を外されちゃった時とかも、なんかそれですら、いやそっちマークしとけばよかったかなとか思うわけじゃないですか。はい、まあそもそもの戦法予想が外れてるけど、でも一応そういうことは思うわけで。その先輩はまあ一応頭の片隅にあったんだよなみたいなことはザラにあるわけですよ、はい、そのだって頭の片隅にもない先輩が来ることってあんまないでしょ、プロ同士でも。なので一応自分の中で順番とかこう相手の線形読みとかで可能性とかこう張ってそこ外してるわけだから、そういうのは思うけど、でもそれしょうがないですよね、可能性の問題だからね。だって例えばその人のが次何来るかって戦法予想って僕がするのと皆さん記者がするのでまあほぼ一緒だと思うんですよ。例えば、まあ、多分スポーツとかでもそうだと思うんですけど、そのなんか先発ピッチャーとか先発サッカーで言ったらじゃあ先発メンバーとかフォーメーション当てろって言った時に、まあ、それファンの人がするのとまああんま変わんないじゃないですか。でその結局そこに対して何が出てくるかっていうのは頭の片隅にあったけどそっちかみたいな話になってきて、じゃあそこの対策がちょっとおろそかだったなみたいなことはどうしてもあるわけで、そこはまあ駆け引きとしてしょうがないっていうことで、だからそれに対してのなんつうんですか、後悔だったりじゃあ前後策みたいなことはあんまないですね。もう結果としてそれはしょうがないっていうかな、うん、思うだけで、うん、例えば直近で言うと京泉大学で言えば83系とかそういうのって多分めちゃめちゃ深い研究の中でしか導き出せないっていうような気がします。ああいうところからもどん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 先に静着を掘り下げていかないと、どっかで
難解なことになるっていう感覚なんですか。ああ、まあそうですね。いや、そうです、そうです。進んでますよね。はい。いや、進んでるんだけど、はい、まああれはちょっとやっぱ将棋の作りとしては無理してるんで、なんかまあ、無理してるんで、だったらもうちょっと見とかないと、破綻するよねっていう話なんですよね。なるほど。ああいうちょっと将棋の作りとして、自分が無理する戦型をして選ぶんだったら、うん、でもそれもだって、でも角換わりの中であの局面になるっていう、じゃあ可能性がその、うん、ね、それが完全読めればそうなんですけど、だからまあもうちょっと極端に山張りしとけばまあ読めたかなとは思わなくなくもないんだけど、それでも本当にギャンブルスタートになっちゃうんで、ただそのこの割り切りがどこまでするかってまた難しいんですよね。そのもう本当に山を張ることはできるかもしれないけど、じゃあ外れた時にもうノープランでしたみたいなのはそれはなんかそれはタイトル戦でじゃあそのいきなりもうノープランでしたっていうのでいいのかっていうのはなんかそれも思うしってなったら、ある程度じゃあまんべんなく張ろうと思ったら当然一つ一つの精度落ちてくしってなった時にそこもまあ難しいんだけど、まあもうちょっと割り切ってやんなきゃいけなかったかなって思う場面はやっぱりあるかもしれないですね。例えばああいうとこでもイ筋はイ筋なわけですもんね。それまでの名人の多分将棋観にはあんまりこうないようなあの選択なのかななんて思いながら。ああ、そうですね。まあ定石としてなんか認識をしてたとしても、まあやっぱりちょっと無理してるよなっていう感じはどうしてもあるんで、だからそこのままそこ難しいんですけどね。そことそのまあ AI が言う程度と。まあ元々のなんか自分との将棋、まあ自分の将棋観だったりいろいろ今までやってきたことだったりっていうところのどこまでやるかっていうところで、まあみんなプロはね日々そこで悩むところはあるし、まあでも AI がそう言うからそうなんだろうみたいなところもあるし、そこはまあみんな普段からプロ棋士が葛藤してるところなんじゃないですかね。まあ、角換わりの話をちょっとお尋ねしたいんですけれども、まあ、棋王戦も角換わりシリーズみたいな感じになって、でまあそういうのはやはり結構研究することも多いと思うんですけれども、はいはいはい、ただそういう中でこう結構そのなんて言うんでしょう、行き詰まりを感じたりとか、まあ角換わり結構形の組み合わせがいろいろありますけれども、はいはいはい、まあこの形でこう仕掛けたらどうだろうか、違う形で仕掛けたらどうだろうか、割となんかパターン化されやすいところもあるのかなと思うんですけど、でもそれでもなおこう、まあ、奥が深いというか、まだまだ、やっぱり分からないところがたくさんあるっていう感じなのか、まあこう素人考えだと例えば藤井竜王はあのすごく角換わりが多くてやっぱり山が張りやすいっていう感じもするんじゃないかって素人なんか思っちゃうんですけど、やっぱりでも角換わりといってもいろいろあるっていうようなふうにどう考えてるのかってあったりちょっと教えてほしいんですけれども、そうですね、まあいろいろあるといえばいろいろあるし、まあ、山を張りやすいという点でもまあそれは間違ってないですかね、その見解としては、はい、まあそうですね、角換わり腰掛け銀っていう戦法の特性としては、まあ角換わり腰掛け銀であるということを決めてるのは先手番なんですけど、ただその一度それが決まると、じゃあその角換わり腰掛け銀の中でどの分類に行くかっていうのを決めるのは後手なんですね。はいはい。で結局先手番なんだけど、実は戦型としては受け身なんですね、あれは。その後手に一応その今日の形を決める決定権はあって、はい、角換わり腰掛け銀っていう大枠を決めてんだ先手なんだけど、はいはいはい、その中での今日の戦、具体的な今日はこの変化ねっていうのを決めてんだ後手なんですね。だからそこで山を張りやすいと言われれば確かにそれはそうなんですよ、はい、でそれをだからもう藤井竜王が今やってるのはどれでもどうぞっていうもうパワープレイでそのどれでもどうぞっていう姿勢で全部もうバッタバッタと全部の後手の変化を大体潰していってるっていうのが現状なんですよね。だからじゃあそれはみんなができるかっつったらそれ多分できないんですよ。その多分そこの記憶のパワープレイみたいなところで、はい、じゃあそれみんな同じことすればいいじゃんって多分思うと思うんですよね、はい、その角換わりじゃあ裏持って今度やればいいじゃんっていうか、
じゃあその全部先手番の角換わりでいってその藤井竜王がやってる変化と全部まあ同じようにやっていけばいいじゃんって思うかもしれないけど、だからそれ今言ったように先手番は戦型としては受け身なんで、あれは実は後手に決定権があるから、うん、だからそれはじゃあ全部が同じようにみんなが真似してじゃあ同じだけの勝利状を出せるかさ出せないんですよそれは、うん、だからそここのそこのなんか、うん、あれにみんなちょっと苦しんでるってとこあるんですよね、うん、あの受け身っていう言葉を使った時に、はい、受け身っていうとなんかその要は攻めか守りで守りみたいな印象はありますけど、はい、必ずしもそういう意味じゃなくて、あのそういう意味じゃなくて実際に後手が攻めることもある し、うん、あるし守ることもあるし、はい、なんだけれどもこうなんか戦型選択という意味で受け身だっていう捉え方、はい、うん、だから後手がその日の形は決めていいっていうか、うん、はい、だから角換わりで来るってまあ分かってれば、うん、後手はまあ後手の方が用意すべき変化は少ないんですよ、うんうん、でそう用意しとくその日に、まあ、その日この形にはもうならないっていうふうに消せるんですね後手の方が、はいはいはい、まあ、100あったら変化が角換わり腰掛け銀っていう変化が100あったら後手はそのうちその日持っていくのはまあ多分10ぐらいでいいのかな感覚的に、うん、で先手は一応100よ全部持っとかなきゃいけないんですよ、うんうん、でそこはもう記憶のパワープレイスその現状やってるのは、その藤井君やってるのはもう結構難しい取れ方難しいですけれど、その後手が変化する前に 先手が変化するっていうのはまあ今現状の定石系の中ではあんまないものだっていう捉え方ですか。あんまない、うん、ないんじゃないですか。角換わり腰掛け銀っていう戦法の趣旨としてはそこで先手がさらに変化するのは難しいというか、うん、うん、だったらまあ違う戦法やれよって話になっちゃうし、うん、だから角換わり腰掛け銀っていう 今やってる角換わり腰掛け銀の戦法の特性としてはまあだから AI が例えばじゃあ51とかって言うじゃないですか、パーセンテージで51、はい、でもそれは AI だから51でどの変化が来てももう若干先手がいいですよっていう、そのスタートから角換わり腰掛け銀の基本図ぐらいからどれが来ても先手がいいですよって、だけどそれはじゃあ人間のその日の記憶としてじゃあ全部網羅できてるかっつったら基本できてないんですよ、うん、でできてないんだけどそこを今まあ藤井竜王だからできてるっていうかどこなんですよね、うん、その辺あのメディアはずっと、まあ、先手後手の、優位性みたいなところを非常に重視される棋士 であると思うんですけども、その例えば1年ぐらい前の相掛かり大流行期みたいな時と今のその戦後の感覚っていうのは全然違う、変わってきてるんですか、まあ、特にまあ対藤井さん戦においては。あーどうなんすか、まあまあまあ微妙に違うかなそれはね。だってまあ相掛かり例えば去年とかまあその藤井竜王が相掛かり一時期やってた時とかって、まあ、結局相掛かりってまあそんな終盤まで積む積まないの変化になりづらいんですよ、うん、まあまあ一局みたいな、うん、まあまあパーセンテージ的には例えば後手が49とか48だけど一応一局、うん、僕らの言い方で言うと一局でしょ、はい、これはこんなのみたいなところに落ち着きやすくて、はい、じゃあ結局そこから中終盤の時間の方が長いんですよ、その持ち時間のなんかやりくりで言うと、うん、ってなった時にまあ角換わりもうちょっと具体的に詰めとかないと、あんま一局なるほど、角換わりは一局っていうところに落ち着きづらいんですよねもう勝ちか負けかみたいな変化になりやすくて、だから例えばその日ノープランで行ってじゃあ一局になるかっつったらならないんですよ後手の人は。うん、だからその日一局になる変化をある程度持っていかないといけなくて、それがまあやっぱりまあちょっとシビアかなとは思いますよね、そこに関してはね、うん、まあかといってじゃあ自分が先手番で同じようにやればいいかって問題でもなく、そこに難しさがあるってことですね。ちょっとそのあたりの話また掘り下げさせてもらうかもしれませんけど、一応次の話に行きますと、はい、まあ、これもあの以前にもちょっと少し伺っていることはあるんですけれども、最近は対局の中継で常に AI の勝率が表示されて、はいはい、それでまあどっちが勝つか、あの勝率何パーセントって出て、でまあ最善手が出てその手を指せないと逆転してしまうみたいな、まあ棋士にとってみてはあのある意味ちょっと辛い状況、酷な状況を出させてるということもあるのかなと思うんですけれども、まあ
改めてそういう中で指すことのこう、はい、辛さみたいな対局者としてなんか、はい、あのそういうふうにお感じになることあるのかなっていうのはいかがですかね。いやな別にないですね、うん、別に関係ないからするわ、うんうん、なるほど。一方でその先ほど少しおっしゃってたようにやっぱりその見てる側はまあ結果で見る、はいはいはい、まあ過程とか対局中、うん、あなんかこの手が本当はこう自分で例えばそうですねこの手の裏にはこういう意図があるんだけどなとかいろいろあると思うんですけれども、はい、そういうことはやっぱりなかなか伝わりづらいっていうのもあって、はい、こうやっぱり結果以外のところあるいはその AI の最善手以外のところで見てほしい部分っていうのもあるんじゃないかなと思うんですけれどもそういうことはいかがでしょうかね。いやないっすねだって結局そこの表面上にある程度起きてることしか、はい、あしかっていうかなんていうんですかねそこを見てれば十分楽しめるじゃないですか将棋もまあ表面上の指し手っていうか、はい、そうそうそうで、まあ、例えば野球とかもまあ僕よく見るんですけど、はいはい、まあ表面上のこうピッチャーとバッターの表面上のそこのやり取りだけで別に十分楽しいじゃないですか見てるだけで、はい、だけどまああれやっぱり選手に言わせるともう本当に一球一球にいろいろな意味があって例えば一球目こういう意味があってそこから最後その5球目はそこに繋がってたりとかいろいろあるんだけどそんなの僕らにはまあ分かんない話でまあ確かにそこが楽しめればより楽しめるんだろうけどだけどまあ別に表面上起きてることだけ見ててもまあ楽しいしそうそうそうだから将棋とかでも別に表面上起きてることでも楽しいしうんまあそれはどんな競技でもね知識が深まっていけばよりあれなんですけどうんいやだから別にそこに対するなんかないですね歯がゆさだとかそういうのはないです別に、うんうん、なるほど。まあ具体的な対局でいうと例えば先日の棋王戦第3局なんかはこう最後、はいはいはい、まあ逆転また逆転みたいな感じだったりして、はい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 、まあ、はいはいはい、確かおっしゃるようにその表面上でも楽しめるっていう対局でもあったのかなと思うんですけれども、うんうん、そういうどうでしょう一分将棋のハラハラみたいなところで、はいはいはい、まあいわばですねこう言い方あえてこう言い方すればちょっと恥ずかしいというか、はい、そんな気持ちになることってないのかなって思ってたんですよ。いやあんまないっすねそれはいやだって難しいもんみたいなそれはなるほどなるほどそうそれはなんか別になんかでも別に例えば、はい、トップ棋士同士でそういう話する時とかも、はい、いやまあだって難しいからあれぐらい起きるでしょみたいな話するからなるほどなるほどそこはなんか、うん、まあ難しいからしょうがないよみたいな感じじゃないですかね、うん、棋士感覚としてもうん、うん、なんか分かりました。まあでも逆にじゃあそこの難しさがなかったらここまで将棋ってまあ楽しまれてないですよね、うん、そこのプロがだったらもうある程度もう分かっちゃって逆転も起きないみたいになっちゃったら、はいこんな楽しまれないだろうなっていうのもあるし、うん、まあそこは、うん、そうですよね。いやいや、むしろそういったゲーム性には、なんかゲーム性である将棋っていうのが存在してたことに対して、まあ僕らプロ棋士はまあむしろ感謝すべきというか、それで成り立ってるわけじゃないですかって、うん。まあ簡単だったら逆転しないわけですよね。いやそうそうそう、うん、簡単だったら成り立たないんですよこんなプロ競技として、うん、とっくにだってもう解決してるし、うん、だ現状やっぱトップ棋士でもこんだけ間違えるんだっていうことがある程度認知されてるからみんな投了するまで見るんでしょっていうその最後まで、うん、その最後まで分かんないから見るんだよねっていう話で、はいはいうん、それがだってもうある程度もうある程度の数値超えたらもう勝ち確とかになっちゃったらみんな見ないじゃないですか、うん、もうテレビ消してどっか行くよみたいな話になるわけでそれはうんだからそれ現状そのやっぱ最後までね目が離せないっていう何が起こるかっていうのが分からないっていうところでうんだからそれは別にまあ 99% とかから転落することもあるんですけど別に恥ずかしいという気はないですね。うんまあだってそんだけ難しいんだもんみたいな。うんちょっとその対局に関して少し違う質問なんですけれども、はい、結果的に対局は勝利でしたけれども、はい、まあ藤井竜王が詰みを逃して、ああ棋王戦ですね、棋王戦第3局、はい、棋王詰みを逃して、まあ、渡辺棋王の勝ちということだったんですけれども、はいはいはい、まあ見てる側からすると藤井竜王がそういう負け方をするっていうのは、まあおそらくその詰みを逃して負けると初めてだったかもしれないぐらいのことを終盤で、まあ時間ないっていうのはあったと思うんですけれど、なんか
そういう勝ち方だったっていうことについてはどんなお気持ちだったでしょうかね。なんかそれまでの勝利と違う味というか感じ方があったのかもしれないなとちょっと勝手に想像するんですけど、はいはいはい、そうですね。まああの局面で言えば2五歩となんだっけ、2五歩と、はい、2六飛ですか、うんはい、って言えばなんかまあどっちももう詰みそうではあったんで、うん、でまあちょっとそこまでの流れ的にもうなんか良かった将棋をこらえきれずなんとなくもう逆転はしちゃってる的な空気感ではあったんで、はい、まあどっちでも詰みそうだったら2六飛車の方が駒が多いんでその初手にこの駒を取ってる分、うん、駒多いからそっちからっていうところではまあそこは1分っていう持ち時間で言うとまあそっちの判断になるってことも普通なのかなとは思ったんですけど、いやでもまああの将棋もやっぱ終盤いろいろ詰む詰まない変化いろいろあったけど全部僕は気づいてなかったしそこのなんかまあ2五歩からの詰みの変化をまあ気づくのは藤井竜王も早かったですからね対局中でもね、はい、うんまあそれは終わってから教えてもらったことなんですけど、うん、やっぱその辺見ても早いなとは思いました。そのまあ、じゃあその対局の勝ち負けの結果というよりもそのな内容というかその読み筋を聞いて感じることの方がなんか印象に残るっていう感じですか。まあでもなんかそれももう今更なんですけどね早いことは分かってるし、いやそれで早いなと思うシーンはもう今までいくらでもあったんでその対局中や感想戦とかも含めて早いなと思うことはあったし、まあだから別に最初の頃はそれはそうはいちょっとびっくりしましたけど、例えばその対戦、その藤井竜王との対戦始まった2020とかそこいらあたりは、はい、あなんかまあちょっと今まで経験したことない速さだなっていうそこのスピードにびっくりしたことはありましたけど、最近はもうなんかそれも別に何とも思わなくなってしまったというか、でもその対局の結果として勝ちだった、そのもう部分的に切り取ってみれば藤井竜王が詰めを逃して負けたっていうことにはなるわけですけど、はい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 、まあでもそれはどうなんでしょうね。まあもともと勝ちの将棋だったしなっていう気持ちもあるし、はいはいはい、それでもなんか罪を逃すことあるなって驚きもあるしとかどんな捉え方なんでしょうか。まあ確かに罪を逃すとまあそうね、まあでもそれも逆に言えばさっきのあれじゃないけどそんだけ難しいんだよっていうことなんでしょうけどね、逆に将棋がね、そこがまあまあまあ確かにもともとそこの前まではずっと勝ちだったからっていうのもあるし、でもそれが一回でも逆転しちゃってるっていうそこの事実に結構びっくりしますよね。これ逆転するんだみたいないや人ごとみたいですけどいやこれトップ棋士同士の将棋でこれ逆転するんだみたいなところの驚きをちょっと思いながらやってました。なんかこれ逆転されんのみたいな、そのまあでもされてるしなみたいな実際実際されてるしみたいな。わかりました。あとそうですね、まあ、ちょっとこれも今どういうふうにお感じになってるかそんなお感じにならないこともあるのかもしれませんけれど、対局に負けた時、まあ、やっぱり通常その悔しさを感じるっていうことってあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、その負けという結果に対して悔しいのか、それともこう自分の納得いく将棋をさせたらまあしょうがないと思えるのかみたいなところってのはどういうふうに捉えてらっしゃいますかね。そうですね。まあそうね。でもやっぱりそうですね。将棋の世界って勝ちか負けしかないんで、その中間がないから。だからまあやっぱりもうそこでしか棋士もやっぱり判断しないっていうか、はい、メンタル的なところで言えばもう勝ちか負けかで本当全然違うから、じゃあまあ負けたけど内容良かったから今日は嬉しいよみたいなことは多分ないですよね、棋士感覚的にその多分逆に内容悪かったけど勝ったから嬉しいっていうのはまあ当然あるわけですよね、だから
やっぱ勝ちか負けかってところなんじゃないですか、本当に棋士のその日のメンタルとかで言うと、うん、まあその日のっていうか、例えば対局から対局そこの中間っていうところで言えば、うん、はい、どうしてもその一番直近の勝ち負けでね、そこの中間の過ごし方なんかもメンタルとかの変わってくるし、まあ、そこはだからどんなにずっと勝ち将棋でも最後負けたら負けだから、そこで例えばまあ世の中の声として負けたけど内容は良かったみたいなのはもちろん入ってきたとはしてても、じゃあそれで自分がなんかどうってことにはもうなりづらいですよね。まあそれは多分でも結構もう年齢を重ねてもあんま変わんないんじゃないですかね、そこのメンタルは。その勝負としてやってる以上、多分なんかおじいちゃんになっても負けたら悔しいんだろうし、そこはねそれだけかけてやってるわけだから、っていうのはあると思いますやっぱり。もうそれは時代とか世代とか、ちっちゃい子供とか多分関係ないってことですよね。多分そうだと思いますけどね。まあだってそれだけかけてその一番に向かってやってってるわけだから、ねえ、それでだってなんかもう負けてもどっちでもいいやみたいなメンタルでね行くんだったらもうやめた方がいいし、それは、だからそれだけかけていってるから多分何歳になっても悔しいんだろうしね、っていうのは思いますやっぱりね、っていう意味では名人戦もあの要は4つ勝つか負け、あの4つ負けるかっていうか、はい、それに徹底的に最後まで内容っていうのもあるんでしょうけど、っていうのが常に名人が思う名人戦7番勝負っていうことなんですよね。まあそうですね、まあとりあえずやっぱそのまあでもそれってそうですね、タイトル戦のなんだろうな、じゃあタイトル戦の番勝負として見ればそうですけど、じゃあそこだけやってんのかっつったらそうでもないじゃないですか。例えばじゃあ1年間まあずっと将棋公式戦やってて、まあその中に例えば、まあ、名人戦だったら4月から6月とかもあるけど、じゃあそこだけ力入れてんのかっつったら入れてないわけですよ。だってそれは同時並行で、そうそうそう、いやってかその普段から他の期間もある程度のその時間をかけて将棋っていうものには取り組んでるわけだから、そこでじゃあその4月から6月にじゃあさらに100より上のものがあるのかって言ったらないわけですよ別に、そうですね、だからそこは取り組み方のスタンスで言ったらじゃあ1年間別にそこは大差ないわけなんで、結構ねそこ誤解されてるんですよね。結構ねタイトル戦の期間だけちゃんとやってんのかっていう感じで結構思う人いると思うんですけど、いやそんなことないんだよっていう別にそのいや確かに対局がね月にもう1回しかないとかね、そういう時期は、まあ、多少手抜いたりってことあるかもしれないですけどね、そのだって1ヶ月ないわけだから、そのだから例えば1ヶ月なくてその最初の1週間ちょっとだらけるとかいうのはまああるかもしれないけど、むしろ必要な気がしますね。まあそうなんです、だけど1年を通してそこだけちゃんとやってるなんてことはないんですよプロはそれはあとそうそうそう、でそのタイトル戦にとっておきの戦法があるんじゃないかとかそれもないです、はい、それも結構誤解で、いやそんなものはなったらとっくに使ってるんでしょうみたいな話基本もう同じ、はい、ほぼ同じ1年間テンションで、まあそのやってるっていうか、まあ目の前の対局に対してやるっていうことのまあ繰り返しっていうのが多分実態ですよね将棋指しの、まあでも今日は研究してますっていう風にツイートとかしないですもんねやっぱり、ね、まあしないですねわざわざまあするからねほっといてもね、みんなね、まあ、それが呼吸をするようにするってことですもんね日常として、そう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 、いやだから結構なんか天才みたいな言葉の時によくなんか努力する天才みたいな表現もあるんだけど、でもなんか努力する天才って何なのかなって思うことがあって、そのプロはもちろん、プロを目指す人、もちろん、それみんな努力は当たり前にしてるだろうっていう話なんですよね。じゃあこの人は努力の天才だみたいになった時に、いやいや別にみんな、プロどころかプロ目指す、例えば少年だったり、奨励会員だったり、まあ野球とかサッカーで言えばその少年少女から含めて、みんなある程度の努力はしてるでしょって話なんで、だからその努力によってなんか構築された天才みたいなのを、まあ、自分も言われたことは、まあ、僕はあんまないですけどなんかそれはなんかちょっと表現としてはどうなのかなと思うことはありますねやっぱり、まあ、そうするとなんかまた天才の定義ってじゃあ何みたいな話になってきて、まあ、なりますね、またそれも面倒くさい話にはなるんですけど、では
ちょっとあの脈絡なくですね、あのこういう機会じゃないと聞けない、ちょっと興味本位的なことも伺えたらと思います。はいはい、あの明治戦はあの今期で81期万十を迎えます。あの将棋界にとっては大切な数字かと思いますけれども、ねはい、まあ、盤上には81マスのマスがあり、そこで戦いが行われているわけですけれども、はい、名人がこう最もこう指す時とか考える時とかに、こう親近感のあるマス目といいますか、はい、あの単純にこのマスが好きなんだよな、なんとなく自分みたいな、あるいは、まあ、現代将棋でその6筋の端あの歩を突くとか、そういうところで勝負が繊細に行われてると思うんですけど、中好きなマスとか、はい、あよくあの2、3とか8、3の地点もかつてハブゾーンなんていう表現もありましたけれども、マスね、好きなマスってありますでしょうか。関心分かんないけど、なんとなくまあ意識してるのは真ん中の方ですけどね。ああ3筋から7筋っていうか、はい、この真ん中の、なんとなくですけど、いやてか端はなんかやっぱちょっと、はい、あんま出てこない、主役になりづらいじゃないですか、はい、1筋2筋8筋9筋ってなんとなくまあ読みの中心として視界で大体見てるのはまあ真ん中っつうかかな、真ん中であの歩がぶつかり合うようなのがどうなるかみたいなかところの中心の仕方が一番強いって感じですか。まあ歩のぶつかり合いとかもそうだけど、はい、まあそのポジショニングっていうか金銀のね、金銀のだって金銀まああんま8筋にとか2筋に行かないじゃないですか、基本的に、はい、その穴熊とかを除けばです、ね、基本的に6筋から3筋の間に、まあ、特に現代将棋はそこの3筋か7筋の間に金銀4枚が乗ることがほとんどですじゃないですか、だからやっぱりそこのポジショニングのかな、まあ、あとは大体そこをこう見てるから、だからなんか歩の朝とかも歩のこうなんかいい色の歩は真ん中に置いたりしますよ。すげえどうでもいい話だけど。そうなんですね。すげえどうでもいい話だけど。でちょっと色が悪い歩は端の方に入れてますね。色がいいやつ頑張れよということで真ん中に。いやてか僕結構終わったと色歩の色かとは結構変えるんですけど、ですよね、余った歩と。だからこれはいらないちょっと歩は端で。はい、てかそのやっぱ色合いを揃えたいみたいなのありますね、中央に。はい、あとその、あの5、3の時に、あの、敗局なしで、ね、あの負けなしね。負けなしは、格言もあります、はいはい。ここ行けば、まあ勝ちだろうみたいな、はい、そういうなんかこう、マス目感覚みたいなあるもんですか。あマス目感覚ね。はい、ちょっと。マス目っていうか、はい、列がありますよね、はい。マス目っていうか、あの、なんつうの、はい、こう。何筋筋っていうか、こう何段目、はい、何段目、まあ一応4段目までが自分の陣地みたいな考え方なんですよ、将棋において、ね、で5段目が中間点、そこで合戦が起きるわけですけど、はい、5段目で、はい、で5段目に歩が並んだりすると、まあ、それ暗いって言うんですけど、やっぱその暗いをある程度張るともう大体体勢勝ちみたいなのは思いますよね、プロはね、その暗いが例えば2つと3つ並ぶと、はいはい、ちょっとこうなんか相手を押し込んでるっていうか、こう陣地的に、そうマス目ってそれ思うのかな。だから最近は特にその厚みみたいな考えも結構価値が高くなってきて、だからもともとその厚みとか位っていう考え方って、例えば玉頭位取りとか、5筋位取りっていう戦法がまあ昭和期にあって、でもそこからちょっと王様を固めましょうねみたいな流れになってきた時に、位っていうものの評価ちょっと下がったわけですよ、はい、まあ、位なんて取ったってスカスカになるだけでしょみたいな感じで、はい、その空間が多いだけでスカスカになったら意味ないよねっていう考え方になったのが、まあ割と平成中期から後期ぐらいなのかな、であった時に、でも最近やっぱ AI がそのもう穴熊なんかダサいよみたいな、はい、なった時に、AI はやっぱこう3筋から7筋に玉と金魚全部配置するのこそ正しいんだみたいなのを AI は言うわけじゃないですか。そうすると当然位の価値がまた上がってくるわけですよね。でそこの3筋から7筋に玉とか金魚配置して位を張ればもう勝ちだみたいな感じのことを AI は言うから、だからその5筋位取りとか7筋玉と位取りとかっていうのは、またこれは現代の目で見るとこれは美しいみたいな感覚になってますよね。以前一回このもうこんなのはダサいみたいになったけど、だからなるほど、そうやってなんか価値観の
変化によって同じものを見てるんだけど僕らの考え方も変わってくるっていうか、うん、それはまたなんか面白いなっていう、うん、そうそうそう、その時代の価値観によって、うん、なんか未だに見ていてなんか88とか22とかに曲が入場していくとなんかちょっとほっこりするというか、まあそうですね、あるんですけど、あのそれはもうトップだと意欲だろうがなんだろう、そういうなんかあの安堵感みたいなっていうのももはやないのかなみたいな、うん、そういうふうに思うんですけど、あまああるんですけど、まあ多分でも相居飛車の将棋であんまその8八と2二に囲い合う将棋って今、うん、ないですね、ない起きづらいじゃないですか、で多分囲った方入れた方が大体評価値的にマイナスになっちゃってるんですよね、だからそれを知っててやってるからですよ、うん、いややってるんですよ、はい、まあ、承知で、うん、あのまあマイナスなのは知ってるんだけど、うん、まあ8八に囲って今日はもう逆転勝ちを狙うよと、今の時点ではもうちょっと不利だけど、うん、そういうっていう思想でやるのはまあありかもしれないけど、はい、じゃあ実際その相手が間違えてくれなかったら逆転しないからなるほど、だそれも一種のまああり、まあでもやり方としてはありだけど、はい、でも一回そこでマイナスになっちゃってるからちょっとギャンブルっちゃギャンブルですよね、うん、うん、その後完璧にやられちゃったら勝てないから、うんうん、まあでもそういうギャンブルの仕方もまあ勝負としては全然ありですよね、うん、なるほど、うん、これまた興味本位、完全興味本位なんですけど、はい、初形が並んでいる盤上を想像していただいて、はい、自分は先手番です、うん、で駒台にはプラス、その40枚プラスアルファで全ての駒が並んでいる、うん、で初手でどこに打ってもいいよっていう状況があるとして、はははは、最善手は何だと思われますでしょうか、うん、これは興味深い、いや全然興味深くないな何でしょうか、ね、なんだろうね、自分の陣地に打つんでしょ、あ、自分の陣地じゃなくてもでなくてもどこでもいいんですよ、天王山でも、でも相手の陣地打ったら取られるからね、はい、だからそこそ5段目までしか可能性はないです、ね、なんですかね、ていうかそれはなんかもう真面目に考え出したらさ、うん、相手の格闘とか攻めたら受かるの、それ2六強とか打ったら、おなるほどなるほど、受けてまた足して、受けてまた足してさ3号桂1号桂とかそれ足してったら受かんなくないいや分かんないけど知らないけど受かんなさそうですねまあちょっとそれ極端ですよね、まあでも歩が別になんか1枚ぐらいも駒台あってもね違うジャンルとして楽しめるかなって思うことはありますよね、いやいやその極端、そうそうそう、歩が1枚ぐらいあっても駒台に処刑で、それはそれとしてまあ、うん、全然別の将棋じゃないですか、違う将棋、あそう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 、ね、違う将棋だけどまあまあそれはそれで別に成立はするよねっていう話ですよね、なるほど、うん、ありがとうございます。あとその1分将棋について伺いたいんですが、そのなんかファンの皆さんは、まあ、最近もう中継もたくさん見てて、あ1分将棋になった、もうハラハラっていう感じで見つめるわけですけども、はいはいはい、実際その59秒間の間にその何が起きているのか、はい、まあ、当然あの相手が何らかの手を指してそれを読んでいれば、あ、じゃあ次これでしょって言って確認して、うん、まあ、56秒ぐらいからじゃあこれ指しますっていうことだと思うんですけど、うん、そのいろんなパターンが、え、この手来たかっていうパターン も当然たくさんあると思うんですけど、それはババってもう数秒で大抵この、うん、これが次の最善手だって見えて、はい、あとの53秒ぐらいを使って考えて、はい、あやっぱこっちだなって思うのか、うんうんうん、それとも40何秒まで、ああどうしようかなみたいなことはあるのか、うん、その59秒間にどういう整理整頓決断みたいなのが行われているのかっていうのは、あでもあれですよね、なんか本当にこう最後勝敗を分ける一手ってあるじゃないですか、そこで勝敗が大体決まったなみたいな一手あるじゃないですか、うん、はい、そこは多分本当最後の何秒まで迷ってますよね、で迷った結果間違えてるみたいな、その最後の結局2分の1とかで間違え、はい、うん、迷って58ぐらいまでで間違えちゃいましたみたいなのが多分終わり方としては一番多いですよね、うんうん、だってその間違えた手を自信満々に間違えるケースはあんまないんですよ、
もう例えば30分ぐらいからその手を刺すことが決まってましたと、うん、もうそれしかないから、はい、それでそれが敗着でしたみたいなケースはあんまないんですよプロは。それよりはもう最後の58まで2分の1で迷う、2分の1かもしかしたら3分の1ぐらいで迷って、はいはい、そこが多分本当に99か50か0かみたいな、はい、この3択で最後迷って0いっちゃって負けましたみたいなのは一番多いケースですよね。なるほど。かまあ本当99か0かみたいな2分の1もあるし、うん、でそこで58まで迷ってああみたいなことも多いですよね。おおむねすぐ、まあ、まあこれだろうというのがすぐパッと浮かんで、はい、その選択が覆るってことは、まあ、まあもちろんあるんですけど、ありますよね59秒の間にあるある。それはパーセンテージって一体 どのぐらいですか。いやあるんですけど、それはもう最終的に、なんていうんですか、じゃあそれはじゃあもう道筋立てて考えてる時間ないんで、うん、ですよね、はい、道筋立てて、じゃあ例えばこれにはこう、これにはこうで、これにはこうで、これにはこうだから寄ってこうなりましたっていうところまではもう1分ではいけないんですよ、うん、それは例えば1時間あったらこの変化はこう、この変化はこう、この変化はこうで比較した結果これとこれはこうなんで、こういう理由で僕はこの点になりましたってことがその1時間あれば書けるわけですよね。だけどもう59秒じゃ無理だから、最後もうそれはえいってなりますよね、うん、そこはもううん、分かんないからえいみたいな多分それは、うん、まあだから一分将棋にはならないようにしましょうねみたいになるわけですよね。そういうことが起きるから、その、うん、まあだけどなるんですけどまあなるけど、うん、だけどそれもやっぱ先回りできてたら違いますよ全然。その相手 の、はい、相手の考慮中に相手の手がもし絞れてて、はい、絞れてて先読みできてたら違いますよやっぱり、うん、だけど実際先読みできないケースがほとんどじゃないですか、うん、やっぱ手広いから、うん、なるほど、うん、ってなった時にそこでやっぱりどうしても時間がない方がミスって負けるケースが多いんで、うん、まあだからやっぱりその盤上の形勢プラス時間っていうのが大きなこうファクターにはなってくるんですよね勝負としては、うん、めちゃくちゃ興味深いお話ありがとうございます。あとこうちょっと盤上すら離れるんですけれども、はい、名人は以前、まあ、我々新聞社で新聞記者やってるんでですが、まあ、ちょっともうもはや感動したぐらいな時がありまして、まあ、観戦記は読むと、はい、それは大切なことだろうと、ね、最近若手もあんまり観戦記読まない人がいるのはあんまどうなのかと思うみたいなお話をされてるかと思うんですが、実際ご自身の観戦記とか、はい、ご自身の報道とか記事とか、はい、チェックされ気にして読まれたりする感じなんですか。うん、まあ、全部じゃないですけどね、はい、まあ物によります、はい目に入ったものは読むかもしんないけど、まあ読んで別にでもどうにもなんないですよねまあなんでこんな記事が成り立ってんのって思うことはありますけど、ね、何これ俺のコメント並べただけじゃんみたいなどういう記事だよこれみたいな、そのそうならないように新聞をねことを語っていないことを願い祈りますけど、はい、今お話は、はい、でもそれは別にスポーツ界とかでも起きてるからな、はい、どこの世界でも起きてますからね、うん、別にまあそういうもんなんでしょうけど。なるほど。でもやっぱり気にして読むようにはしている。いや、うーん、まあ状況によりますかね。あんま負けた後とか見ないかな。あ、まあ目に入っちゃったら読むことはあるけど、うん、なんか基本あんま負けた後って別になんかいいこと書いてないし、それ読んでテンション上がることは絶対ないしそうでしょうねその、はあ、むしろ的外れな見解がいっぱい書いてあって、なんだよそれ全然ちげえよみたいな、そのむしろその、はい、なるほど、そうじゃないしみたいな、負けた理由はみたいな思うことの方が圧倒的に多いから、まあ、あんまり、そうですね、できれば見たくないですかね。はい、ものすごく単純なお話で、まあ、野球ファン、サッカーファン、いろんな市民も持ちかと思いますが、今世の中 WBC で大変盛り上がっていますが、まあ、名人はタイトル戦も続いてますし、そんなゆっくりビール片手にという気分ではご覧になってないと思いますけれども、村神様の一打とかはどんな思いで見たのか、まあ、この日本代表の戦いぶりはどのように、準決勝のところですか。あ、そうですね。今日もこれ収録日は決勝なんですけれどもまだちょっと結果はわからない状態でいるんですが、はい、まあヤクルトファンでいらっしゃるので、まあ、復活の準決勝サヨナラだ、決勝でも、同点なんですかね、同点ホームラン打たれましたが、まあ、WBC 日本代表の戦いぶり
などなど、どんなふうにご覧になられているのかという伺いで、いやでしょうか。僕 WBC より正直シーズンの方に関心が高くて、なるほど。っていうか、まあ正確に言うと WBC にちょっと関心が薄いんですよ、ね、いやこれちょっと失礼ながら、はいはい、失礼じゃないですか、はい、でそれなんでかっていうと、やっぱちょっと相手の選手が分かんないからなんですよ。あ、そうなるほど、うん、だから結局日本のメンバーはもちろんすごいのは分かるんだけど、じゃあその試合見た時に相手の力量がよく分かんないって言って、うん、でだからちょっといまいち入り込めないんですよね。で、あ、僕普段メジャーリーグ見ないんですよ、はい、全く、はい、メジャーリーグ見ないから、例えばアメリカ代表とか言われても選手の方が全く分かんないんですよ、一人も力量が、うん、だからちょっと入り込めないんですよね。てか状況が正確に分かんないじゃないですか、はいはい、それってあの、うん、今本当はどっちかってんのみたいなのが、うん、そのもう本当あれですよ、点差でしか判断できないじゃないですか、はい、だからちょっとね、いやだからシーズンだったらまあそれが分かるんで、そう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 、いやだからなんかサッカーにおいてはそれが嫌で海外サッカーを見始めたんですよ、うん、その日本代表戦を見てるときに相手のチームが全く分かんなくて、はい、だからそこの力量、力関係本当に正確に把握できないから、うん、それが嫌で海外サッカーを見始めたんですよね、うん、いやなんかワールドカップもうちょっとちゃんと楽しみたいなと思ったのがきっかけで、うん、だから野球に関しては今そこに至ってないんですよね、知識が自分の、うん、じゃあいろんな状況分析が、いろんな戦力とか、まあ、個の能力とかが見えないと、そうそうそう、まあ、競馬とかもそういう要素もあるんでしょうけど、はい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 、競馬なんてもうそれのみだと思うんですけど、うん、のがやっぱり楽しいというか、そうなんですよね。だから入り込めなくて、いまいちその日本とどこがやっても、うん、じゃあそれどれぐらいの確率で日本を勝つかみたいな、そこの力関係がよく分かんないじゃないですか、はい、あその相手の選手が分かんないから、はい、そう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 、だからそれがねワールドカップだと、まあ、分かるんで、そのまあ楽しいから見るんですよね、うん、大体この国とこの国やったらどれぐらいっていう力関係が、まあ現状僕は把握できるんで、うん、まあ、見るのは楽しいんですけど、それがそうそうそう、野球によってはちょっと分かってないんですよね。メジャーリーグ見ないから、うん、うん、そういう中で、まあ勝負の世界っていう意味では同じようなところで戦ってる人たちでもあると思うんですけども、まあ全然違うのは、まあ、個の競技と団体競技であるということ、はい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 、プラス、まあ、WBC、まあ、先生前あのヤクルトファンでいらっしゃいますけど、 WBC となれば、まあ、国の威信をかけて、はいはいはい、いやあれはきついと思いますよ、プレッシャーは。だって野球はだって、はい、団体競技とはいえ結局報道されるのは個の結果じゃないですか、うん、誰が打った誰が打たないみたいな、うん、なるほど、そう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 、いやそれきついですよね。だって村上、うん、だってあんな三冠王になってる選手がなんでこんな苦しまなきゃいけないみたいな、そのそう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 、だってエナジャー行かなければだって別にこんな叩かれることないわけじゃないですか。それだって行ってこんな苦しんでたらみたいなのもありますよ、うんうん、そう考えると本当どこまで行ってもきついだろうなみたいな勝負の世界って思いますよね、なんか、うんうん、どこまで行っても1回その1回の大会で成績悪いと、うん、もうこんな叩かれちゃうみたいなね、うんうん、だってサッカー選手とかでもどんだけすごくても多分その1回のワールドカップでその3試合くらい出来が悪かったらもうすごい言われるわけじゃないですか、うんうん、でもそれはねえ年間にこうもう多い選手だったら50試合60試合って出る中でその、はい、国の試合にも出て、はい、そこのじゃあ例えば3試合ぐらい切り取って、まあ、それは出来が悪いことだってあるでしょうにみたいなところで、でもそこの3試合だけ注目度がすげえ高いからワールドカップで言えば、うん、普段見ない人見るからでそこだけすぐか言われたらそれはきついでしょみたいな、うん、そう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 思いますよやっぱり、うん、だって村上で言えばこの何試合か例えばまあね準決勝決勝と打ちましたけど、もし打たずに終わってたら言われるわけじゃないですか。相当言われたでしょうね。だけどこれヤクルトファン的にはこれ去年のじゃあシーズン56本塁打とこれむちゃくちゃすごいんだよみたいな話で、 そうですね、それでじゃあこんな試合でこんな言われたらきついでしょうとか思いますよね。うん、うん、なるほど。そう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 。まあ、海外サッカーでも冨安とか1個パスミスしたらすごい攻められるとか。うん、だからそこがやっぱ分かりやすいですよね。うん、野球とかサッカーは失敗がすごい素人でも分かりやすいじゃないですか、うん、僕らは、うん、だから将棋って、うん、まあ自分たちの中でこの将棋の出来不出来って当然あるんですけど、それって多分分かんないじゃないですか、本当自分たちプロじゃないと、うん、
まあ同じ、確かにさっき負けにもいろいろあるみたいな話あったけど、じゃあその負けの中でこれ今日は出来が良かったか悪かったかみたいなのっていうのは自分が言わなきゃ多分分かんないじゃないですか、うん、だからそこでそこの分かりやすさで野球サッカーは叩かれやすさはありますよね、うん、うん、もう率として出ちゃうし、サッカーも見た目にミスみたいなのが出ちゃうし、いやーそれは結構メンタル的にきついだろうなみたいな、うん、そうしたらなんかもう本当いちいちね記事とか見てらんないだろうなとか想像することはありますよ。あ、もうさすがにどんなすごい人でもそれメンタル持たないでしょみたいな、うん、なるほど。その組織で、まあ、それこそ自分とかチームとか離れて、まあ、国の威信をかけてみたいな、正直もう囲碁の世界ではあるじゃないですか、はいはいはい、そういうなんかこう離れたところで戦うっていうその子ではない何かっていうかもの碁の師は話したりもしているんですけど、そういうのは、まあ、将棋界には現状なくて、まあ、いわゆるメジャーリーグっていうものはなくて、まあ、今の将棋界がメジャーリーグなわけで、うん、そういう戦法というか、うん、そういうのもなんか面白いだろうなみたいな思うことってあったりするもんでしょうか、名人の。いやー、でも将棋界のなんかずっとこの世界間でやってるとなかなか難しいですよね、うん、例えばあの囲碁の世界みたいに団体戦ナショナルチーム、その対中間でナショナルチームでじゃあってなって、うん、だからなんか囲碁の世界はすごい棋士同士の距離近いなと思いますけど、見ててトップ棋士同士でも、うん、じゃあそこで国内ではじゃあ片谷タイトル戦をやるみたいになった時に、うん、それはなんか逆にちょっと難しいんじゃないかっていうのは、まあまあそれはそれでうまく割り切ってやるんでしょうけどね、うん、離れすぎず近すぎずみたいなところでやるんだろうけど、まあ、なかなかそうですよね、この将棋界のあれで言うと想像できないところではありますよね、そういうのって。なるほど、うん、その一方で、まあ、将棋も個の競技であって、その誰しもある種の孤独というか、はいはいはい、一人きりで戦わなくてはならない、まあ、そこにファンなんかはこう魅了されるわけですけれども、うん、名人はこうなんというか、まあ、若手とも親しく付き合ったりとか、あ、この間、まあ、佐々木勇気新八段が A 級昇級された時のその夜のインタビューで、いや、こう重要な一局で負けた時にまあ逃げても行くぞお前みたいな感じで誘っていただいてありがたかったみたいな話をされてて、あ、まあ名人っぽいなという話気もしていたので、なんかその子であるっていうよりもこう人との関わりみたいなものをどっか大切にされているっていうパーソナリティがあると思うんですけども、まあそれはもう人柄としか言いようがないかもしれないですけど、それはそういうの楽しいからって感じなんですか。まあそうですね、楽しいからかな単純にそうですね、確かになんかトップの人では結構珍しいような気もするんですよ。まあそうですね、まあ確かに、でもその人の生活スタイルによりますよね、趣味とかね。ああそうですね、確かに、まあ確かに自分の場合結構趣味がなんか人がいないとできないようなものをやったりすることが多いんで、そういうところでこういう関係が広がっていったりってことはあるんですけど、まあけど結局はここのね、うん、戦いだから、うん、まあそこはだからなんかまあ本当うまくバランスを取りつつっていうかね、うん、まあかといっても将棋界ってなかなかそれ以外の人と関わりを持つのがね難しいっていうか、日常結構みんな遊ぶにしても棋士同士みたいなところあるじゃないですか。遊ぶにしても棋士同士だけど戦ってんのも棋士同士みたいな、ちょっと変な、ね、そう確かに、じゃあそれぞれ別の人と遊べばいいじゃんみたいな、だけどそうならないのが結構あれですよね、うん、あんま別の人と遊ぶ機会ってそんな多くなくて、だからそこは確かに、まあでもなんかその人と対戦するとなるとしばらく口聞かなかったりもするしね、そうですね、それはそれとして、なる
まあだからそこの割り切りはみんなスパンとできるんじゃないですか、うん、なんかまあいくら親しくても、うん、そこは勝負は勝負だからみたいなところでの割り切りっていうかね、うん、確かにそれはあんまり一般の人からするとちょっと分かりづらいかもしれないですね。珍しい関係でしょうね。確かに、うん、そうかもしれないです。それは確かに、うん、あのちょっと人とのつながりみたいなところで言うと、あの少し違うんですけども、まあ、結構あの棋士ある程度年齢になると弟子を取るっていう人も、はいはい、あの結構いますけれども、うん、渡辺名人のところに例えばこう弟子にしてくださいみたいな問い合わせがあるとかお願いがあるとか、うん、そういうことはあるんでしょうかね。まあまあたまにはあります。はあ、今のところ取ってないんで。それに対してはこうスタンスとしてはどう捉えてますか。今のところ取ってないんでって言ってだって結構難しくないですか、一人取るかみたいな。一、はい、人取るんだったらずっと取るかみたいな話になっちゃうし、まあまあそうですね、だからまあゼロって人は多いじゃないですか、はい、まあ、羽生さんとかもそうだけど、はい、その要するにもうひっきりなしに来ちゃうから、うん、でそこでその人をじゃあ差別化したくないからみたいな、じゃあなんでこの人は取ったのにこの人は取んないのみたいな話になりますからね。そうそうそう、でまあまあそれがしたくないからまあじゃあゼロでみたいな話になってるんですけど今は、うん、なんかまあ本当に特別な、まあ、断れないっていう言い方もあれですけれど、そういうケースがあったら考えるっていうことはあります。いやーそういうケースってあるのかな。まあ断れないじゃなくてもなんかあの例えば取ってみたいみたいな、まあすごい逸材が現れたとか、まあ、将来嬉しいな、うん、でもそれって結構小学生ぐらいの段階ではまあ分かんないですよね、うん、そのまあそれこそ藤井くんぐらい別格なのは分かるかもしれないけど それ以外の人ってそんな分かるんですかね、うん、例えばあの渡辺名人ご自身のような小学4年生で小学生名人になるみたいな、はい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 、でもそれでもじゃあその人がってなったらそんな分かります。まあ棋士になるかどうかも分かんないぐらい、棋士になるかどうかも分かんないし、確かにその時点でっていうのは結構大変ですよね。やっぱり小学生よりも例えば中学生とか高校生になっていくと当然その人間としてこう発達していくからいろんなことを考えるようになるじゃないですか。小学生の時には考えてなかったこととかも、はいはい、でそれがじゃあ将棋に対してプラスなのかマイナスなのかっていうのがその時点で判断できないと思うんですよね。だってその子がじゃあ中学生高校生でじゃあどういう人間になってるかってことをまず正確にジャッジするのも大変じゃないですか、はいはい、うん、まあそれこそじゃあ例えば親御さんとかをもう本当しっかり面接すれば、はい、かるある程度まあこういう人になるみたいなの分かるかもしれないけど、はい、あんまそういうのって現実的じゃないし、まあ そ, うね、そうってなった時にそれが結局は難しいですよね。だから将棋ってその例えばプロみんな比べてもこの人の長所は性格をこういうふうに生かしてるみたいなのって、うん、みんなそれぞれ違うから、うん、なるほど。そうそう、だから一概にこういう性格の人が将棋向いてますっていうのもないじゃないですか、うん、この人はこういう性格でこういうところが将棋に生かしてるからこれ今とプロとしてやってるみたいなので、はい、みんなそれぞれ違うんで、うん、はい、だから小学生の段階でそれをジャッジしろって言われたら結構大変ですよね。もう本当将棋のその時点での実力しか判断材料がないし、はい、うん、そこのねその子が今どういうスタンスで将棋やってんのとかどういう考え方でやってんのとかそこの背景がどうしても分かんないから、うん、そこがすごい難しいなと思いますよね、うん、それからのいろんな環境とかで変わりますもんね、うん、変わると思いますね、うん、その人の、うん、まあその人のこうある程度伸び幅みたいな限界値は多分あると思うんですけど、じゃあそれをちゃんとマックスまでいける人といけないっていう、まあこれ僕結構競馬的考えなんですけど、多分競走馬とかだとまあ大体生まれた時点でまあこれその競走馬の能力って多分限界値は決まってるわけですよね、おおむねこっからここの範囲内っていうのは。だけど多分それはどこの牧場で生まれるかとかどこの厩舎に入るとかどこの騎手が乗るとかどこのレースを使うとかによって多分そう決まって変わってくるんで、だからそのこっからここの範囲の中でその馬の成績はまあ入るよねっていうところはあって、だけどそれはなんかその将棋で言えば分かりづらいですよね、そこがその小学生の時点では、うん、だ今なんで競馬の話かというと競馬はもうある程度その血統っていうのがまず評価として分かりやすいから、このお父さんとこのお母さんの馬だからこの馬相当期待されてるからこれぐらいでしょみたいな推定みたいなところがあって、でそれに対して値段がついたりってことがあるんですけど、その将棋の場合だとそれ分かんないから
判断材料それじゃあ小学生の間段階で見極めろって言われたらすごい難しいですよね。いやだからその弟子を取る大変さっていうのはそこにあって、だからそこのその中でねお弟子さんいっぱい取ってその何人も騎手育ててる人っていうのはそれはそれですごいなんていうんですかね、まあ本当はなんか地味だけどなかなかその師匠には対してそこのあれってこう日が当たりづらいところはあるんですけどそれは実際結構大変なことはしてるだろうなっていうのはあります。まあ、そうですよね。はい、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お互いの面にお話伺いました。縦横無尽に語っていただいて、いやいや、はい、全然関係ない話です。ありがとうございました。